ヒラノ仕様、パリのルイ・ヴィトン2024秋冬メンズファッションショーで輝き、2024年1月17日、モデルプレス、ナンバーアイのアイコン、ヒラノ仕様が、16日に開催されたルイ・ヴィトン2024秋冬メンズファッションショーに出席し、素晴らしい時間を過ごしたことを語った。このファッションショーは、メンズ、クリエイティブディレクター、ファレル・ウィリアムスの手によって生み出され、開催地はパリ16区にあるアクリマタシオン庭園。 この庭園は歴史ある場所で、皇帝ナポレオン三世が近代パリの象徴とみなした場所であり、LVMH グループによる大規模な工事を経て、フォンダシオン、ルイヴィトンもこの敷地内に誇らしく立っている。平野仕陽は、初めてのパリでファレル・ウィリアムスのショーを見ることができ、素晴らしい時間を過ごせました。パリにいる中でウエスタンを感じられて、とても楽しかったです。 ュートンのアウターやシューズ、ターコイズを取り入れたアイテムなど好みのものばかりで着用したいと思いましたと感想を述べた。ショーで披露されたアイテムは2024春夏メンズコレクションからのもので、平野仕様はその洗練されたスタイルを身にまとまってファッション界に一席を投じた。平野仕様は LV との契約に関しても言及した。 これは単なる広告塔ではなく、企業同士の契約であり、デザイナークさまさんに次ぐ2番目の名誉ある任命とされている。アンバサダーよりも長い期間の契約であり、日本のエンタメを世界に広める夢を叶える一環となっている。ファンからの熱烈なサポートが、紫輝くんの夢を実現させる力になっていることを考えると、彼の成功はファンともどもしびれるほどの喜びだろう。平野紫耀の LV のパートナーシップに加えて、 YSL のアンバサダーに任命され、ナンバー、アイビルボード1位の栄誉も手に入れた彼は、ますます国際的に活躍している。ファンは、その成長と成功を喜び、彼が憧れるブランドとのコラボ企画や新商品に期待を寄せている。事務所を変え、世界進出を果たした平野の仕様。彼がルイリトンの賞に招待されるなど、その活躍は日本国外でも注目されている。一つの事務所に依存する必要はなく、 個々の才能が世界に通用することを示している。LVMH は、商売上手な手腕で知られ、K、ポップアイドルや日本のアイドルを広告等に活用し、若い世代の憧れるブランドに仕立て上げている。グループ14のブランド、ミトン、セリーヌ、ティファニー、リオールなどが、2022年において過去最高の売上を記録した。最後に、平野の仕様の世界進出と成功に興奮し、国内外のメディアで報じられているが、 ヤフー、トピックスではまだ少ないとの指摘がある。しかし、これは単なるスタートに過ぎない。平野仕様の輝きは、今後ますます世界中に広がり、新たなファッションの舞台で彼の存在感が増していくことだろう。